ございます。宇宙仙人です。いよいよ冒険の日が迫ってまいります。うん、楽しみですね。無限に広がる青い空、夜の星空から、満天の星空から、この曙の行幸、朝日、こう刻一刻と変わる空の色、最高やね。うん、素晴らしい人たちにたくさんの出会い、それからうん、スティーブ・ジョブズが言ってたけど、若い頃の映像で、なんだっけな、動物、この生き、すべての生き物の中で地球上の一番効率よくこう距離を旅するのはコンドルらしいんですよね。で、コンドルよりも人間は自転車を使うともっと効率よく、そのエネルギーの消費量とその距離っていうことなんだけど、自転車に乗った人間はコンドルのエネルギーの消費量よりも効率よく距離を移動できる。手の話をしてんのを見て、ああ、自転車乗ろうって、はい、自転車でアメリカ縦断します。歩こうかなって思ってたんだけど、今着見せよっかな、まあいっか、うん、自転車にこうカゴじゃないけど、このうん、こうラックつけてね、ちょっとね楽しみになってきてます。うん、あ、こういうものとのお別れ、まあ、これは持ってくけど、大きいクリスタルとか石とか絵とか預かってくれる人もいるんだけど、うん、まあ、あげたらいいよね。それよりも、うん、楽しみです。うん。なんとかなるでしょうと、いつものね。本当に、これも、うん。まあなんとかやるでしょっていうやつだね。うん。